ベンツェル・フォンブルムは、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人。上級大将。プラハ近郊のカロリネンタル出身。中尉の息子。1879年、ウィーンの技術士官学校を卒業し、第1公平連隊に配属。1885年、参謀本部アカデミーで教育を受ける。その後、第58、第24不評旅団本部に勤務。 1894年から第75不評連隊に勤務し、その後、第14不評師団参謀長。1897年5月から第76不評連隊長。1900年4月から第5軍団参謀長。1906年10月から第37不評旅団長。1907年7月から第156不評旅団長。1910年2月、 プルゼンの第19不評師団長に任命。1914年2月からパクズの第16軍団長。第一次世界大戦勃発とともに、第16軍団は王ポチオレク将軍第6軍の指揮下に入り、三尺を経由して、上地に投入された。9月、ドリナ川を溶かし、ヤゴドナを奪取した。ブルム指揮下の第16軍団は、 1914年中、オーストリア・ハンガリー軍で最も大きな成功を収め、1915年から1916年、セルビア軍を撃破するまで戦い続けた。イタリア参戦後、1915年5月23日、第16軍団は、ヘルゼェ製法、イゾンツを川沿いに展開した。1917年3月、アール・クラリチェク将軍と交代。 1917年8月、第一軍司令官に任命。1917年11月、第7軍団、第23軍団が、ブルムの指揮下に入った。1918年1月6日、第一軍は、第二軍と統合され、依存祖軍となり、ブルムが、その司令官となった。1918年6月、ピアベ構成時、ブルムの指揮下には、第16軍団、 第4軍団、第7軍団、第23軍団が存在した。オーストリア・ハンガリー帝国の崩壊まで、同軍司令官に泊まる。1918年11月、退役。ありがとうございます。